お前ら愛してるぜ。今日はある DM を紹介したいと思います。はい、いきなりその DM は来ました。まあ3月の頃です。チンコ主義ってなんだ。まあそれだけしか来なかったんで、僕はスルーしてたんですよ。っていうかスルーっていうか、僕ツイッター休止していたんで、まあそのままにしてたんです。でしばらくして、その子はまた、DM してきました。ねえ、返信してよ、寂しいじゃんと。で、僕はツイッター休止してるんで、僕はもうツイッター休止宣言をもうツイートしてるんで、それ見てないのかなと思って、で返信してよってきて、でしばらくして、僕も選挙に出たりしたんで、もうその時とかまあ DM 見たりして、返せるもの返したりとかしてて、あ、で僕も返しました。それ見て、ごめんな、愛してるって。まあ、結構ね、僕のね、DM、チンコ主義とか、ポコチンとか、そういう系多いんですよ。たくさんいるんですよ、そういう。なんか、そういう、通常であれば、送ってこないような DM が多いんです。だからもう、まあ、慣れてるんですけども。いや、僕は愛してるぜって。ごめんな、愛してるぜって。そしたら、え、両思いじゃん、愛してる、笑い、みたいな、来て。で、まあ、まあ、僕通常、今でこそ、ま、通常それで終わらせたりするんです、最近は。そういう風にしてるんです。でも、俺結構、俺様がなんだ言ってて、結構気遣いなんで、メールとか、俺で終わらすような形にしてるんですね。向こうから来て、それを俺で、あ、ありがとうございます、とかいう形で終わらせるようにしてるんです。あんまりこう、面識ない人とか、仕事の人とか、まあ、普通はしてるんですけど、でも、仲良くなったら、いや、お前から、貴様から終わらせろと。俺がこう言って、向こうから終わらせて、にしろみたいな、言ったりするんですね。まあ、返信不要とか。まあ、仲良くなったらそういう形にするんですけれども、まあ、仲良くない状態っていうか、そこまで気心知れてない状態だと、もう俺からちょっと、ありがとうございますみたいな形で終わらす傾向があるんです。でもまあ最近はちょっとやめて、まあ向こうから終わらせて、まあそういうメンタル持たなきゃなって思って、まあ最近はそういう風にしてるんですけど、まあこの時は、まあ俺から終わらせたんです。え、両思いじゃん、愛してる、笑い、みたいなのあって、www みたいなのあって、俺がハートマークを送って、それでまあ、綺麗に終わったかなと。まあこの人、こいつも、なんか俺にチン、ポコチンとかなんか言って、俺に絡んでもらえて、俺が愛してるって言って、ああ、俺、思いで、ああ、よかったな、みたいな感じで終わるかなと。それ終わったら、そう思ったら、また話が続いたんです、なんか。後藤輝樹さんの好きなタイは笑い、みたいな。うわ、もうこいつもめんどくせえやつだ、みたいな。なんなんと普通思うじゃん。なんこいつって、まあ思うじゃないですか。でもちょっとだから、その後だからしばらく返さなくて、まあ、あ、それ、俺はツイッター休止中だし、見てなかったのかもしれないけど、それで、まあ、ちょっと見て、まあ、一瞬すぐ返せなかった。なんだこいつみたいな。返さなくて、ちょっと立って、まあ、気分によるよって返した。確か、多分。気分によるよって返したら、神っすね、みたいな。神っすね、みたいな。なん神っすねって。もう意味がわかんないんだけど、うわ、なんだろう、この子。まあ、こういう子、でも多いよ。俺の DM 来る子。だから、まあ、この子じゃない、この子に限らずだと思うけど、で、うちのことフォローしてくれるよね、みたいな。まあ、来て、ぐいぐい来て、あ、こいつは何なん、みたいな。でもまあ、フォローありがたいですから、まあ、フォローしましたよ。フォローしたっつっても、その後、しばらく経って、まあ、5月1日に僕ツイッター復活したんですけども、その直前に、ツイート見たんですよ。なぜかっていうと、ツイッター復活するって言っても、今までさ、俺休んでるって間多分リプしてくれてる人とか、そういう人に対してメッセージを返したいし、あ、復活しました、これからもよろしくお願いしますって。まあ、そういう形じゃない、で、そう、なんかもっと雑に、もっとなんか、フレンドリーに書いてるよ。待たせたな、お前らごめんな、みたいな感じ書いてるけど、あ、ちょっと、まあ、ごめんなさいと、感謝していますと、ありがとうございます、愛してますっていう気持ちを伝えたかったから、一人一人に。でもさ、こう5月1日に復活してさ、いきなりやるとさ、時間かかんじゃん。だから、5月1日のちょっと前から、リプ見て、それに対してコメントして、下書きして、保存して、で5月1日にこうまとめて連投できるような体制をちょっと少しずつ整えなきゃなっていうのがあって、まあ、そういうのもあってかこう見てたの。それで、フォローしてくれるよねってあって、もうしばらくも経ってから、あ、遅くなってごめんな、フォローしたいわ、愛してるぜって返したの。
そしたら、それは惚れるみたいな意味はよくわからなかったんだけど、私とやりませんかって来て、私とやりませんかって来て、俺今までこいつ男だと思ってたの、俺はずっと。で、俺男に対しても愛してるぜって言ってるから、なんか、ね、ポコチンとか言ってたりさ、好きな単位何なのみたいな聞いてきてさ、これ男かと思ってたの、ずっと。そしたら、まさかの、女なのみたいな感じで、お前女だったのか、仲良くなったらやろうな、愛してるぜって俺は返したの。もうこれ正論でしょ、だって。意外にさ、私とやりませんかって言ってさ、いいねってならないでしょ。俺はさ、お前らに対してこう、顔、姿、形、名前もさ、ほぼすべてさらけ出してるけど、俺知らないんだもん、だってお前らのこと。そんな、やりませんかって言って、いいねとかならないでしょ。あ、でも、俺がさ、政治家とか目指してなかったら、いいねとかいうノリもあるよ、俺は。あるけど、俺政治家目指してるしさ、そんな、いいねとか、ならないでしょ、だって。そんなさ、軽率にさ、別に男女関係のことだからさ、別にいいんだけど、一応さ、まあ、それぞれ自粛みたいな俺はしてるから、節制してるから、何考えてんだ、こいつとは思ったんだけど、だからまあ、綺麗に返しましたよ、僕は。お前、女だったのか、仲良くなったらやろうな、愛してるぜ、もう。そういう感じで返しました。そしたら、女だよ、笑い、みたいな、また来て。令和楽しもうね、みたいな感じ。そうだな、愛してるぜ、で。で、まあ、これで、まあ、綺麗に終わらせたいんですよ、僕は。終わらせたいんですけど、で、そうだな、愛してるぜ、終わったと思ったら、また、帰ってきて。令和の目標はとか、なんか、なんなん、こいつ、みたいな。令和の目標はって。だから、通常だったら、まあ、動画で返したりもするんですけど、まあもういいやと思って、令和の目標は、平和、世界平和だ、愛してるみたいな。まあ令和、平和で、みたいな感じで、僕はリズム的な感じで、平和、世界平和、愛してるぜって返しても、まあこれで終わらせ、もうここでも終わらせようとかはあったんだけど、さすがです、みたいな。そしたら今度は、相談乗ってくれますかって来て。相談。あ、どうしたんだと思って。まあ相談乗ってくれますかってさ、俺様、テルキ様に求められてるわけだから、俺様、テルキ様、神様に求めてきてるわけだから、救いを求めてきてるから、まあ、しょうがないなと思って、なんやと、返しました。なんやって。そしたら、学校でいじめられてます。助けてください。と。あ、こいつ、なんか、今までこんな、なんか、変なっていうか、なんかこういう、軽い感じで来てたけども、それは、そういう、学校でいじめられて、もう辛い状況なのを、その裏返しでなんかこういう風な表現をせざるを得なかったのかなとか、そういう風にちょっと思って、どうした、どうすることがこいつを救えるのかみたいな、僕も考えるわけじゃないですか。で、まあちょっと話してみて返したんです。そしたら、何のきっかけもなく、いきなり上履きを隠されたり、鍵口を言われたり、LINE で責められたりしてます。って帰ってきて。で、あ、なるほどって。まあ、でも、これで言われただけでも、ちょっとどうしていいかもわかんないから、それをされて、お前はどうしたいんやって返した。で、まあ、俺はこういう、相手に、この子さ、あんまり自分のこと喋んないから、やっぱ、喋ってもらう必要があるわけ。俺も、さ、情報ないと答えられないし、相手に考えてもらう必要があるから。なので、俺は問いかけるわけ。俺がベラベラ喋るんじゃなくて、あえて。俺はそうしてたわけ。それされてお前はどうしたいんやと俺は返したんです。そしたらこの子はみんなと仲良くしたいですって帰ってきたんです。って俺は思ったんだけど、まあそのまま続けて、じゃあそのためにはどうしたらいいと思うって返したんです。そしたらここちょっと1日ぐらい置いて、ちょっとすぐ帰ってこなくて、そしたら帰ってきたのが、それがわからないんですと。で、それを受けてちょっと僕は、今これ動画を撮ってます。だから僕は怒ってるとか、なんか、この子を傷つけようとか、そういう気は全くなくて、この子を救いたいと思って、まずこの動画を撮っています。今この一連の流れを僕はまず言ったんですけども、で、まあ、この子はちょっといじめられてると、おっしゃったんですけれども、で、そのいじめてきてる相手と仲良くしたいって言ってるんです。どう思いますか？通常、いじめてきた相手と、いじめっ子と仲良くしたいって思います？いきなりさ、何のきっかけもなくさ、上履きを隠してきたり、陰口を言ってきたり、LINE で攻めてくる。そういう人とさ、
で、仲良くしたいって思う。俺だったらお前、なんだい、ふざけんなよとか。もうほんとだから言葉をオブラートに包みますけど、もうこの世からいなくなってほしいとか思いますよね、普通。うん。そんぐらいだっていじめられるって嫌なことだと思うんです。で、そんないじめっ子と仲良くしたいって、俺だったらちょっと思えない。うん。うん、なんか罰が当たれとかさ、思うし、仲良くしたいとは思わない。だっていじめっ子とどうやって仲良くなるのよ。なれないっしょ。だけどこの子は、いじめっ子、いじめてきてる相手と仲良くしたいと、みんなと仲良くしたいって、言ってるんです。それってさ、いじめられてるんじゃなくてさ、嫌われてるんじゃないの、それは。俺はそう思った。な、本当は友達だったけど、何かがきっかけで嫌われて、まあ、はぶられちゃってんだ。うん。で、この子は、何のきっかけもなく、いじめられた、まあ、嫌われた、って言ってるけど、でも、僕が今、このツイートじゃない、この DM、今、言ってきたよね、流れとか。うん。そこに、たくさん詰まってると思うんだよ、その原因。なんでいじめられているのか。その原因が僕はたくさん詰まってると思う。うん、で、この子にさ、どうしたらいいと思うって聞いたらさ、わからないんですってさ、帰ってきたわけ。本当にわからないのか、わかってるけどこう答えてるのかわかんないけどさ、もうたくさんあるよね。だってそもそもさ、いきなり初対面でさ、チンコ主義ってなんだみたいなさ、DM 送ってくる人ってちょっと変じゃん。どう考えても。まあ、俺だからさ、許されてるけどさ、許されてるっていうか、俺だから、なんか、しょうがないみたいな空気になってんのかもしんないけど、普通ありえないよね。っていうか、このやりとりすらさ、普通だったらもうスルーとか仕方だよね、普通の人だったら。俺様だから、俺だって、お前らを救うためのその愛の救世主、テル様、神様だから、まあ、救ってあげたいっていう気持ちがあるから接してるけど、懐が深い、広い、でかいから、こう接してるけど、通常だったらさ、こんなさ、私とやりませんかとかさ、言ってくる相手も、するでしょ。どう考え、するっていうか、あ、なんかこいつダメだみたいな。そういうのあんじゃん、好きな体位聞いてきたりさ。うん。で、怒ってるわけじゃないよ。うん。俺はだから、君たちはね、なるべく受け入れたいって思うし、理解したいって思ってるし、救いたいって思ってるから、接してるけど、君が、なんでいきなりいじめられてるのか、理解できない、わからないっていうのがあるんであれば、こういうところに隠されてると、僕は思うんだよ、ヒントがあると。そんなさ、チンコ主義だなんださ、俺は言ってるからいいけど、こういうやりとりとかさ、してくる性格、人間性に、ちょっと、だから、何か問題があるのかなって僕は思う。だからそこを改善しない限り、ずっとこういうのは付きまとうと、俺は思う。例えば今回ね、これで、お父さんお母さんとか、学校の先生とかを経由して、介して、何かこれが改善するとして、したとしても、今後ね、君が、その根本的な問題を直さない限りずっと付きまとうと思うんだ。俺は、対症療法ではなく原因療法を大事にしてるわけ。例えば対症療法っていうのは風邪ひいた時、まあ、薬飲んで治そうみたいな感じで、原因療法っていうのは風邪にならないようにするために普段から、健康に心がけて、体調を管理していくっていうのが原因療法。わかりやすく言うと、まあ、不規則な生活をしないとか、ちゃんと睡眠とって、健康的な食事をして、健康的に運動をしてと。で、そういったことをするのが、原因療法だから、その、一時的にね、解決したとしても、根本的な生活習慣。まあ、ここで言えばね、風邪にならないためにどうしたらいいかっていうのを直すためには根本的な生活習慣を見直さなければずっと
またなんか体が悪くなる、調子悪くなるっていうのはあるので、根本的な問題を解決するのが大事だよって僕は思ってます。それは、健康的な問題だけじゃなくて、もう外交とか防衛とかでもそうだよね。俺はそう思う。まあ、ホームページとかにも書いてあるけど、例えば、北朝鮮ミサイルがどうだらこうたらでさ、それは危険だ、中国、死な脅威があると、だから日米同盟必要だ、日本、アメリカにおんぶに抱っこでいれば問題ないって。俺それは対症療法だと思う。本当に日本の国家を守るとすれば、自分で、自力で、自主防衛、自分たちの国は自分たちで守るという意識、気持ち、考え方、そういった精神が必要だと俺は思うし、そういった体制を整えなければいけないと俺は思っています。だからまあ原因療法、根本、対症療法ってそういう感じだから、もし君が本当にいじめられたくないって、根本的なところから解決しようとするんであれば、解決しようとするんであればじゃなくて、いじめられたくないって、まあ、なんて言うんだろう。もう、だから、根本的に考えなきゃダメだと思う。だって、ここ解決したとしても、これから学校卒業して、社会に出てたら、また同じような問題があるから、だから、一時的に解決したとしても、まあ、根本的に、じゃあいじめられないようにするには、どういう風にしなきゃいけないかっていうのを考えなきゃいけない。うん。俺はそう思う。だから、なんていうのかな。まあ、今ね、本当に苦しくて辛かった場合は、もうお父さんお母さんに言ったり、先生に相談して、この場を、この場から解放してもらう、この場から逃げるような、ことをしてもらうことは、必要。例えば学校を転校するとか学校を辞めるとか、そういった、形で、逃げる必要はあると思う、うん、君が生きるために、死なずに生きるために、そうやって逃げる、逃げてもらう必要がある。でもその逃げた先でまた同じことを繰り返した、同じことの繰り返しになるから、その逃げた先であなたは、今度はいじめられないようにする必要があると思う。で、君はこれ分からない、どうしていじめられてるのか分からないって本当に思ってるのであれば、君をいじめている子、友達に対して、私は、こういう風にされてすごく辛いと、またみんなと仲良くしたいから、どうしたらいいか教えてほしいって、自分が悪いところあるなら謝るし、改善したいと思うから、また一緒に仲良くしてくださいと。そういった素直な気持ちを伝えて、答えを教えてもらう必要がある。素直に。突っ張らずに。君が本当に答えがわからないんであれば、答えを教えてもらい、そのやり方を教えてもらって、それを実践する必要があると思う。だからそういうところを考えた方がいいと思う。だってさ、そもそもさ、だって俺にさ、私とやりませんかって言ってるけど、君これさ、学生だとしたらさ、わかんないよ。君がいくつなのかさ、わかんないからさ、高校生なのか大学生なのか中学生なのかわかんないけど、これ未成年だったら、俺、その君とセックスしたらアウトでしょ、どう考えても。まあ君がさ、20歳とか21、22だったらいいけどさ、俺がね、俺別にさ、未成年だからダメとかさ、そういうなんか堅苦しいこと言いたくないよ、俺は。でも俺、政治家目指してるわけだしさ、俺が政治家目指してる俺がさ、未成年とセックスしましたってなってさ、ショック、悲しむの誰よ。俺を応援してる人が悲しむわけじゃん。だから俺できないでしょ、そんなこと。未成年とさ、セックスなんてさ、未成年かどうかわかんないけど、そういうことも考えた上で私とやりませんかって、言ってくれてるのかなと思うし、またそんなね、気軽に、まあ、女の子がさ、私とやりませんかってさ言うのどうかと俺は思うよ、うん、別に俺は嬉しいよ、そういうふうに思ってくれて、性の対象として思ってくれて嬉しいけども、もう少しさ違ったアプローチもあると思うしさ、アプローチするにしてもさ、直球すぎるでし
だから俺だからいいよ。後藤輝樹様だから。俺とね、世界中の女はみんなとセックスしたいと思うから。俺だからいいよ。でもさ、そんな簡単にさ、もう俺以外にも言ってるんだとしたらさ、そんな簡単に言っちゃダメだよね。まあ俺だから、まあ言うのは当然だろうなと、俺はもうそういうメンタルだから思っちゃうけど、俺以外に言ってるとしたらさ、そんな簡単にさ、私とやりませんかとかさ、そんな風に言っちゃダメだよ。俺はそう思う。だから、今さ、ゴールデンウィーク期間中だから、学校も休みだと思うんだ。なので、学校が始まる前にさ、ちょっと考えてさ、どうしたらいいか見つめ直して、なんか、対策、変えないといけないと思う。君は今、わからないんですって答えてるけど、君が考えるしかないんだから。で、俺がさ、わかるわけないじゃん。君自身がわからないものをさ、俺が、赤の他人の俺がさ、こうすればいいとかさ、数はわからないよ。君が一番わかってるはずだよ。わかってるはずだし、わからないと、これから先も、いじめられてしまうかもしれない。嫌われてしまうかもしれない。だからそれは気をつけた方がいい。それか、俺は別に他人から嫌われてもいい。世間の評価なんて気にしない。そういう風に俺は生きてるから、俺みたいに生きるっていうのも手だけれども、その代わり、他人から嫌われること、世間からつまはじきにされること、そういうのを別に、全然気にしないっていうメンタルにしないとダメだし、まあ、どっちか取ろう、まあ、どっちも俺はなるべく取ろうとしてるけど、俺は器用だから。まあ、誰かから慕われつつも、好かれつつも、俺は俺様の好きなことをやるっていう風な形でうまくやってるけど、通常はさ、誰かから好かれたい、もしくは、自分勝手にやりたい。どっちか取るしかないんだよ。それが6割、4割なのか、こっちが 6割、4割なのか、その比率の問題だけだってさ、両方取るっていうのはなかなか難しいけれども、でも俺はなるべくそういうのを実践しようとしながら生きてるけど、それは経験とか失敗が必要だから、まあ、失敗、なるべく失敗しない方がいいけども、そういった、これも失敗なわけじゃん。この経験も。この経験も失敗なわけで、こういうのを乗り越えて、人間は強くなるから、学校教育ってさ、そういうところだから、社会の縮図だから、学校教育で、学校の間で、辛いようだと社会に出ても結構厳しいって感じになっちゃうから、正直だって俺も、小学生の頃とか、例えばいじめられてるみたいな感覚を持ってたことはあるよ。小学生の低学年、もう幼稚園から小学生の低学年ぐらい。で、これ当たり前の話。なんでかっていうと、みんなさ、家ではさ、チヤホヤされるじゃん。お父さんお母さんから。まあ、兄弟から。まあ、兄弟いるとさ、一人っ子でいいかもしれないけどさ、みんな自分の家では、王様というかさ、チヤホヤされるんだよ。それがさ、幼稚園とかさ、学校入って、なんか、チヤホヤされてた人たちがみんな集まって、もう集団の中の一人になって、チヤホヤされなくなるんだよ。そしたらさ、そこで好き勝手わがままやってたらさ、あいつなんだってさ、叩かれ始めるわけ。それに気づいて、あ、ちゃんと、自粛して、うまく、やらなきゃいけないんだなって、術を覚えるわけ。俺もそうだったもん。俺なんか、わがままにやってたけど、なんか、全然好かれないから、あ、これはちょっとダメだって、少しずつ変えてったの。そしたら割と友達できるようになって、うまくいったから、そういうの小学生、中学生、高校と入るにつれてみんな経験していくから、君が今どの時期なのかはわからないけれども、気づいたことに遅いってことはないから、君が今もし俺の言葉で気づけたのなら、君は少しずつ微修正、微調整して変わる必要があるから。変わらなかったらいつまで経っても同じだから。俺は変わり続けた。俺だって、いじめられてる、嫌われてるのに、いじめられてるみたいなのを、小学生とかの時に経験してきたから、幼稚園とか。なんで俺は好かれないんだとか、ふざけるなみたいな、わーみたいな。そのみんなあるでしょ。あ、こわーなんで好かれないんだわーとかやってるからダメなんだと思って。だからみんなの空気とか読んで、まあ、空気読むことも大事。俺はそう思う。俺でも空気を読めるけど、あえて読んでないんだから。そこまで俺はレベルを上げてったんだから、成長させてったんだから。
空気読めるけど、あえて読んでないの。うん。嫌われてる人はさ、空気読めないんだから。ちゃんとそれ読んでいかないと、大変なことになるから。うん。だから、俺は、応援してるから、うん。成長してほしいなと思うし、絶対変われるから、辛いこともあるかもしれないけど、諦めないで頑張ってほしい。で、本当に辛いことがあったら、人生に逃げ場なんてたくさんあるから、お父さんお母さん、学校の先生、みんなに相談して、助けてもらってほしい。で、君で誰も助けてくれないなら俺がだから学校に電話するなり、教育委員会に電話するなり、炎上させるから。もし本当に辛かったら。だから安心してほしい。君は絶対、変われるし、うまくいくから、俺は応援してる。ということで、後藤輝基より愛を込めて、お前ら愛してるぜ。